ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今日からね、シムズ4、ちょっとね、やっていこうかなと、思っております。今ね、スチームでセールされてまして、400ちょっとぐらいで買えると、だいぶ安かったので、ウォレットにね、ちょっとちょろっと残ってたお金で、ね、ちょっと買ってみましたんで、ちょこちょこね、ちょっとやっていこうかなと。私ね、このゲーム、シムズ3だったかな、スマホかなんかで、やってまして、ちょっと面白かったなと思ったので、やっていこうと。シムズ4、なんかね、キャラクタークリエイトはすごい細かく、できるようになっていると、いうことで、私ね、まあ、ちょっとキャラクリ好きなもんですから、ちょっとね、こだわったキャラをちょっと作って、それをね、まあ、シムズの世界で、ちょっとね、生活させていくというのをちょっとね、やっていこうかなと、思っておりますので、よろしければね、ご視聴の方、お願いいたします。というわけで、じゃあ、行きましょうか。新しいゲームを作るから、まずキャラクタークリエイトから今日はやっていこうと。もうキャラクタークリエイトで終わるかもしれない。というわけで、じゃあ、やっていきましょう。新しいゲーム。なるほど、質問からだね。いや、私ってどんな人？まずは楽しい性格診断で決めてください。その後で容姿をカスタマイズできますよと。わかりました。まずは簡単な質問から。私の年代は、まあ、ちょっとまあ作ろうと思ってるキャラクターあるんで、それにちょっと寄せていこうかなと思っています。若者。何のために貯金するの？より良い住まいのため、将来のため、今が全て貯金はしない。どうしようかな。これだな。今がすべて貯金をしてない。ディナータイムで空腹、どうしよう。新透明客する。シムスタグラムでレシピを検索。最寄りのビュッフェはどこ？シムスタグラムでレシピを検索。あ、作るっていうことだろうね、きっとのこれね。最寄りのビュッフェ。どこかで食べてるってことかな。ビュッフェじゃなくて、まあ、作ろうか。最高のいたずらを思いついたけど、誰かが犠牲者が必要。内容は自虐ネタ。いたずらなんてするわけない。内容は自虐ネタかな。芸術をたしなむとしたら、視覚的なものを作る。音楽を練習する。実用性を一番に重視する。なるほどね。視覚的なものを作る。音楽、音楽を練習するかな。デートに誘われたらどうする？楽しそうだし、うん、行こう。他に行く人がいないか聞く。いや、あまり断る。楽しそうだし、うん、行こうでしょ、もちろん、これは。今夜のスポーツの大試合、何をする？自分がチームのキャプテン。バーで観戦する。スポーツに興味ない。なるほど。自分がチームのキャプテン。まあ、これ、まあ、スポーツにどれくらい興味があるかってことだよね。まあ、自分がチームのキャプテンやる。だから自分がやりたい。一番の食べ物は、自分で育てたもの、まあ、また釣られたもの、シェフが作ったもの。なるほど。植物を育てたって感じだろうね。まあ、また釣られた。あ、違うな。自分で作り上げたもの。誰かが作ったもの。で、すべて、作られたもの、ってことだろうね。一からかってことだよね、シェフが作ったものだな。仕事で疲れた一日の後で最初にすることは家の掃除、夕食を作る、シャワーを浴びる。私はそうですね、シャワーを浴びるかな。強盗をするとしたら自分の役目は、頭脳役、筋肉役、警察への内通者。いやー、どっちかって言ったら筋肉役でしょうね。友達が子供の面倒を見てもらいたがっている。自分にお任せ、保育士を雇うべき。自分にお願いされることはありえない。なるほど。保育士を雇うべき。自分にお任せ。自分にお任せ。まあそうだな。子供嫌いじゃないからね。自分にお任せかな。おお。これランダムでできた感じだね。はじめまして。私の性別、容姿、ファッションを決めてください。あと名前を忘れずに。なるほど。さて、性格だね、これね。
連続ロマンチスト、このシムはたくさんの相手と付き合っていろんな面白い人とデートしたいと思っています。へえ、性格診断で決定されました。魅惑的、魅惑的なシムは他のシムより恋愛の成功率が高くなる。へえ、これなんかスキルみたいなことなんだろうね。うん、なるほど。これは陽気、このシムは他のシムより幸せになりやすい傾向がある。いいね。家族志向、このシムは家族と一緒にいると幸せになり、しばらくの間家族と交流していないと悲しくなってしまう。なるほど。家族自慢をすることがあります。間抜けこのシムは陽気な傾向がある。なるほどね。間抜けって別に悪いイメージじゃないのかな。これは私どんなシム、キャリア、エンターテイナー。あなた自分の名前が書けるようになった頃から自分の名前をみんなに知ってもらいたいと考えていました。自分の、直感に従ってプロのエンターテイナーとなり、聴衆を大笑いさせるか、あなたのメロディーでみんなの心を溶かしてあげてください。なるほど。ボーナススキル、ギターとバイオリン、ね。なるほど。スキルバイオリン。心に残る愛歌だろうと、活発な舞踏曲だろうと、バイオリンなら無数の感情を再現することができる。なるほどね。スキルコメディ、世の中のすべてがジョークなのだと理解すればコメディアン以外の仕事などできません。開始時の預金、普通。人生でもっと成功するまでには、人生でもっと成功するまではいつでもつつましい生活を選べますよと。なるほどね。まあこんなスキルが最初から備わっているというキャラクターですね。うん、さて、まず名前ですね。名前と名字。名前。ここはね、やっぱり。レベッカ。うん。ウィリアムスですよ。じゃあ。ウィーなっちゃった。ウィリアムズ決定です。ウィリアムズレベッカさんになっちゃうな。まあいいのか。日本語に日本ローカライズされてるもんですからね、これね。うん、多分そういう風にしてるんだ。じゃあ見た目作っていきましょうか。ちょっとまあ練習でちょっと軽くやってましたね。まあどんなもんかはある程度わかります。まずは顔。肌の色はまだいいか。ちょっと順番に見ていきましょうか。ベースとする顔を、まあどれにしようかっていうことですね。うん、いろいろあるね。アジア人だ。うん。まあ、この中からベースを選んでということでしょうね。うん、ちょっとそうだな、これかな。うん、うん、これでいきましょう。で、肌の色、ちょっとやっぱり、レベッカはちょっと黒人なんですけれども、あんまり色が黒くない。うん、褐色という感じの黒さ。うん、ここですかね、ここだね。うん、よし。歯とか選べんだ。あ、なるほど。刃がちょっと尖ってる感じね。綺麗な歯並び。前歯。矯正してる感じか。スキッパ。銀歯。ね、ボロボロの歯並び。なるほどね。刃が出てるの可愛かったりするのかな。ちょっとこれにしてってみようか。肌のディティール。ああ、なるほどね。シワ。なるほどなるほど。ほうれい線とかか。つぶつぶがついてるな。ほくろね、なるほど。そばかす。もうちょっと種類欲しいような、ほくろも。場所とかね。うん、そばかすもしかしたら入れるかもしれないけど、ちょっとまあ、
まあこれでいきましょう。髪型。ちょっと待って、こんなん女性でしょ。なるほどなるほど。まあ順番に見ていこうか。ショート。なるほどね。いやすごい種類あるな。男性がしてそうな髪型がやっぱり多いかな。ミディアム。このあたりからようやく女性らしさ出てきますね。なるほどなるほど。ポニーテールかな、やっぱり。今グラセフでもポニーテールにしてますからね。本当はあの三つ編みを下げとかあったら、それにしようかなと思ってたけど、ない感じだしな。後ろでまとめてんのかこれ。なるほど。なるほどね。あ、これちょっと似てる、寄ってるっちゃ寄ってるな。これのお下げ欲しいな。なんかディズニーキャラにいそうだなこれ。ディズニーで出てきそうな感じだな、もうすでに。もういいじゃない。ああ、ポニーテールね。だいぶあるね、髪型ね。アフロ。後ろどうなってる？ああ、こんな感じか、なるほど。なるほどね。これでいこうか。これでいくんだけど、ちょっとこれにしといていい？よし。じゃあちょっとこのあたりをまた後にして、顔を作りましょうよ。今更だけど。アクセサリー決めてたね、ピアスが決まった。メガネ。いろんなメガネがありますね。これだろうな、ちょっと古いタイプになってきちゃうな。あ、これでもいいな。なるほど。ヤクザの幹部みたいな。あ、いいね。あ、でもこっちの方が一般的だな。これでしよう。なるほどなるほど。ネックレス。ドッグタグだな。ドッグタグの方がいいな。荒くれ感出てていいな、レベッカの。いいね、これでいいね。顔はこれでいいでしょう。さあ、じゃあ次は、ボディーだ。ちょっとさ、ちょっと。でしょうかね。いや、いいじゃない、素晴らしいですよ、レベッカ。
レベッカですよ、私のグラセフの完全に。うん、いいね、決まりでしょこれで。服着せなきゃダメだから。かわいい。ブレスレット長袖だけど提供出んのかなこれ。あー、やっぱ見えないか。じゃあいいや。Ooh. いいね。すごいすごいなこのゲーム本当に。普段着。あれ？あ。ああ、そういうことですか。これだから、あれだね。あの、シチュエーションによってこれ、着替えさせられたりできんなのこれね。フォーマル、運動着、パジャマ、パーティー、水着、暑い季節の服、寒い季節の服。なるほど。これちょっと、作るか。フォーマル。楽しいこのゲーム。まだキャラクリしかしてないのに。いやー面白いな。こんなに自分の理想を作っていけるとは思ってなかったな、シムズで。よし、これで完成したね。うん。普段着、フォーマル、スポーツ、パジャマ、パーティー、水着、暑い時、寒い時。寒い時なんか帽子かなんかにしようか。なんかスターウォーズ的なやつくんだけど、ほらほら、レイヤ姫似合ってるし、なんかなんかないかな。これ何？バンダナか。ああ。いいね。はい、うん。これでいいね。手袋とかもする？寒いっていうのを表現させるために。アクセ、手袋。色だな。ああ。これか。うん。こっちだな。よし、オッケー、これにして、うん、うん、で性格、あ、声とか、フェブネロボ。これ男性の声だ。あ、こっちに夜に連れ女性の声なんだね。あ、いい感じ。スキンボーユナブラ。What a Tuesday。あれ？スキバユムーブ。あれ？あ、なるほどなるほど。分かった。左さん三つが多分女性の声。右三つが男性の声。それの高い低いだ。なるほど。アウガレズヴィンキーラ。アンブーヤアスクナ。ワンジーニー・ラレイ。ベティソ・ワーレケイ。ツービー・ウェブ。なるほどなるほど。ユフィ・トゥメイ。真ん中がいいな。ザフォ・アプリバ。
Narshkul Smeba, huh? And a prep kit off. これだな。うん。よし、じゃあ始めますか。やっと始めんのかい。行こう。うん。ギャラリーを開くなの。これはウィリアムズ・レベッカ。これはシムを追加。ギャラリーからシムを加える。新しいシム追加。性格診断でシム追加。これなんだ。フィナイアスクーノ、サルパヴァチョーグ。シムに二人目ってこと？いや、いいでしょう。これちっちゃい子とか選べんの？これは関係を編集する。ああ、親が設定されていません。ああ、兄弟作れるってことか。面白い。これティーンだね。これね、姉妹レベッカ。じゃ、ちょっとレベッカに寄せないとダメだよな、これね。私の名前はウィリアムズ。これはすいません、あの、まだ始められそうにないな。ウィリアムズさん。はい。いや、弟できた。ちょっと途中離れた弟。レベッカの姉妹。声は。邪魔くぞ。カピマビスネイ。これだね。いいね。楽しい。何これ、弟作れんの。あ、いいな。よし、じゃあやろう。あ、兄弟だ。この世帯でプレイします。よろしいですか。はい。世帯とギャラリーを共有する。あげれんのこれ。ウィリアムズ家。どうも。レベッカです。よ。ちょっとフランクな感じ。私たち兄弟よ。町に呼んでください。ハートいいね。共有してプレイする。さあどうなるんだろう。ウィリアムズ家。あ、選べるんだ。都市とオアシススプリング、ウィロークリーク。都市部でしょやっぱり。え、何これ、自分で場所選べるの。ツインオラクルポイント。ここしか選べない。あんまり広くなくていいんだよな。コンフィカビ。ペンパーク。ビーチパイウェイ。ミッドタウンメド20 30 20。これぐらいにしとくかな。ラマラブってな。
単純にアスファルトアポーで。ここに引っ越す。ってことだね。引っ越し中。まあ、ありません。あなたのチームに関するデータは右下の情報パネルで確認できます。あ、来た来た来た。ジェイ。おいどす。ハグする、ハグする、まず。ほら、お姉ちゃんとこおいで。はい。仲良し兄弟です。これどうするの？チュートリアル的なやつってできんの？一回保存しとこうか。セイピーウィーゾー。ボズシノーシーフローナ。ディメソマス。あ、オンカプラシュー。ネクスカ、シュラー、オザニ。お姉ちゃんと今、弟が。ブッシュ、ブーナ、フロム。会話してます。ワイヤー、ノーチー。お姉ちゃんもお腹すいたよ。ご飯作りたい。戦車のお弁当箱買ってよ。分かった、分かった、買うから。とりあえず家建てないとでしょ。お姉ちゃん家なんて建てれんの？私が建てるんじゃないわよ。業者に頼むのよ。分かってるじゃん。業者よ。私が作れるわけないでしょ。車で来るから今業者がこれなんだこれどうすんのこれか建築モードはいはいお姉ちゃん止まったよあーなるほど一時停止するのかあーなるほどねーあーなるほどなるほどこれどうするのこれ選ぶのこれもっと広げられないすべてまずは、あ、こんな感じで選べるな。そう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 。これをコピーして。よし。これでどうかな？お風呂場でもシャワールームどっか行っちゃったんだよ。どういうことなんだろう？もう一個買う？これ微妙になっちゃったな。どうだ？家できたよ。家に帰る。家に帰るわ。ここに移動する。あ、扱えるのはレベッカだけなんだ。
you about? Behavior? なんか来たよね。これだ。一人のプレイヤーさんが、気に入って多分使ってくれてるんだ。ありがとう。ジェイのほっぺたに注射してあげてくれないか。それ電卓？スマホ？スマホっぽいけどね。とりあえずここに移動する。これは多分料理でしょ、エッグトースト、マカロニチーズ、ファミリーサイズ。ジェイコブのご飯作ってあげてくれ、レベッカ。明かりないな、ここ。ちょっと待って。ちょっと建設モードして。作ってる途中でごめんな。ライトない。シャワールームみたいなのないかな。ペレグリン一番安い。バスタブでもいいのか。安いバスタブどれだろう。秘密のバスタブ。ライト。いろいろあるなあ、すごいね。全部飾れるんでしょこれ。ライトはどこにあるんだい。これだ。子供用シーリングライト。あ、これで明るくなった。いいよ。どうしたレベッカ。ご飯うまくいかなかった。なんか壁を表示するみたいなのないの？ご飯できたって。ジェイコブ。姉ちゃんがご飯できたって言ってるぞ。食事に呼ぶ。ジェイコブ、ご飯よ。早く食べてちょうだい。片付かないでしょ。分かったよ、姉ちゃん。まったく、本読んでたのに。あ、ちゃんとあれだ。ファミリーサイズにしたら、ちゃんと、4人分なのかな？
残り2つ、あ、4人分だ。1人ずつ作った方が多分コスト的にいいわ、これ、ジェイコブ。お姉ちゃん作りすぎたみたいだな、これ。これ、お姉ちゃん、仕事どうすんだろう。仕事を見つけないといけないよ。出かける。仕事。いいな、この兄弟いいな。うん。どう？ジェイコブどう？普通かな。普通ってない。美味しいとか美味しくないとかあるじゃん。いや普通だよ姉ちゃん。でもお腹は膨れるよ。いいなこれ。お姉ちゃんは何しようとしてんの。お姉ちゃんスマホ見てるの。お姉ちゃんスマホ好きだな。ちょっと仕事を探さなきゃなんないのかな。お姉ちゃんそうだ。仕事で仕事を探す。これだ。ああ、お姉ちゃんは仕事を。仕事を探した。レベッカのキャリアを選択する、カリスマ技術士、スポーツ、ビジネス、ファッションインフルエンサー、フリーランサー、作家、宇宙飛行士、料理、犯罪者、秘密諜報員、バリスタ。これはお姉ちゃんはどうしようかな。お姉ちゃん夜の蝶のお仕事ないのかな。ファーストフード従業員、ベビーシッター、肉体労働、ファーストフード従業員。6時から10時まで、17時から21時まで。16時間。お給料いくらとかないんかこれ。秘密諜報員は密偵として静かな人生を送ってください。敵の司令部への侵入から尋問技術まで、あなたが学べば学ぶほど気づかれにくくなります。キャリアの分岐、ダイヤモンド諜報員、悪党。面白いな。犯罪者、ルールを守るシムばかりとは限りません。アウトローになれば大量のシムオリオンを稼ぎつつ楽しく過ごすこともできます。キャリアの分岐、ボス、オラク。スポーツ、スポーツキャリア進む上で重要なのはパワー、スピード、スタミナ、知力。キャリアを高めた暁には熱狂的なファンたちがレベッカの名前を叫び、レベッカの名前入りジャージを着てレベッカの記録を、永遠に語り継いでくれるでしょう。キャリアの分岐。だからなるほどね、スポーツマン、プロのスポーツ選手になるみたいなことなんだな、うん、カリスマ技術士。あなたほどのプログラミングスキルの持ち主に大学は必要ありません。今まさにチャンスの実がたわわに実っています。あなたの才能はそれを摘み取るのです。キャリアの分岐、 e スポーツゲーマー、新人起業家。なるほどね。ビジネス、相乗効果、計画性、効率性、そんないかにもな、歌い文句に踊りたくなるあなたは、ビジネスキャリアがベストマッチ。キャリアの分岐、管理職、投資家。なんかやっぱりさ、なんだろうな、レベッカのスキルを生かした仕事がいいんだけど、とりあえず、とりあえずアルバイトさせようか。うん。とりあえずアルバイトさせようか。レベッカの仕事をテーブル掃除担当に変更しますか。新しい仕事に参加すると現在のサンリを辞めることに。サンリ、え、今仕事ついてんの。ベッキーはちょっとアクション、グループを作る。なんだレベッカのプロフィールみたいなの見れないのかな。
仕事今何やってんだろう。あ、ジェイコブ動かせるわ。お姉ちゃんこれ洗面台高すぎない？僕手洗えないよ。人参食べないといけないの？仲良し兄弟だな。急にお姉ちゃんスマホ見出した。スマホ見てゲーム始めした。お姉ちゃんの仕事あ、なんかちょっと来たよ。家に帰すな。友好的な自己紹介、うん、招待しよう。まずはジェイコブ。そう、うん、ワニボーフマルコ・ゴラ・スロン・ポーギー。あれ、招待するわ。フレンドリー、てんてんてん、その先が知りたいんだけど。ゾーイ・モラレスさんだね。うん、ゾーイさんのちょっとお顔。あ、美人さんです。かわいいわね、僕。ここに越してきたの。そうだよ。お姉ちゃんと一緒に越してきたんだ。あれ、お姉ちゃんが心配になって。ちょっと何、どうした？あら、どうなった？そうそう。イブナ。ちょっと今、弟さんと話してんだから話しかけないで、これな。友好的な自己紹介しよう。あ、仲良くなれたよ。ゾーイさん。お姉ちゃんは相手にされないから携帯いじり出しちゃった。イカガがどうしたの？イカガ、美味しそうなイカガがなんか市場に出てるな。買ってこようかな。なんか全然会話に入れないし、どうしよう。なんなのジェイコ、知らない女とは。あれ、会話なくなっちゃった。あ、入ってきたよ、勝手に。相手のことをもっと知る。うん、何がいいんですか？うん、私ね、雨好きなの。うん、あれもいいんだけどね、雨が好きなの。ビーノキュン、ビーノキュン、ファザニシュラージフォイビグルノイスポーシムバタナビスカンセスドミバイエンスムーグス。ゾーイさんと比べちゃうよ、やっぱり。あ、パンツ、パンツ、パンツ好きでしょ。私ハート柄のパンツがやっぱりいいよ。Turip and Nar, Purple. Pinarujasapa. Grinia Hispalip. Yanka Bamu Zamba Grasha. Zombisi. Moibim Yasafenip. Dodavepi. The Bishi Ponoisa Moikiform. Zombra Bunkaru. Kanoimi Senefesh. What does that say? Just a little bit of a car. I'm not sure if I'm going to get a car. 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 I'm going
Venorba KBCbo. Flizza. Close it. Busharb. なんかテレビとかなんかつけてやんなきゃダメなんだろうなこれな。まだお金あるからちょっとつけてみようか。なんかね、娯楽が欲しいよね。電子機器。そうそうそう。ありきたりじゃダメだよ、テレビ。フラットパネル。壁掛けがいいな。高えな。高えけど、行くか。そっか、テレビ。あ、なるほどね。テレビ台がありゃいいんだ。なるほど、なるほど。靴べら。これをここにこう立てて、でこの一番ちっちゃい、ちょっと待って、これは、あー、やっぱこれぐらいのサイズになるとやっぱちょっとだな。いや、一気に飛んだお金。そりゃそうよ。ちょっと待って、やっぱりさ、これトイレとかこっちに持ってこようぜ。させるってどうするんだろう。こうなんだ。施設上、わからん。壁表示、あ、これだ。あー、なるほどなるほど、これだ。あ、売れるんだ。あー、これで分かりやすくなったわ、家が。なるほどなるほど。窓が欲しいな。窓ない家だな、これ。窓も何もない家だったわ。壁か、これ。壁のパターンだ。窓、窓、これほぼ堅牢な安全窓。明かり入ってくんだな、窓入れといてやると。いいじゃないのよ、これ。ちょっと広い窓が欲しいぞ、次は。こういうやつよ、こういうやつ。そう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 。あ、ちゃんとあんだ。フードみたいの。壁、非表示にすると見えなかったけど。元のやつ。はい、これ覗かれちゃうけどもいい。うん。覗かれればいい。なんなら。
よし、いいね。楽しい。楽しいよ。ファバース、ベボモイ、ヤナビ、ヨバ、ドーサ、ギース。ゾーイさん。いや、そりゃそうだよ。まあ、ゾーイさん、話してくれてんのにスマホ見るからだよ、レベッカも、それは。それは興味なくすよ。ほら、ジェイコブ気にして相手してくれてるよ。そういうとこあるな、レベッカは。あ、いいな、この弟を挟んでみたいな感じ、すごい。あと、テレビちゃんとなんかやってる。すげえな、このゲーム。あ、いいね。いいね、ちゃんと壁やっぱあったほうがいいわ。トイレ行くの、ま、距離を寄せたよ。アクサワ、スキバグラシ、ウェブス、レバンクシャ、ベファラフドイ。フレンドリー。オーラバ。ゾンロイ、ウェニフェスヤバクラ。ギターソロについてね、注意する。Yes. セグロール。噂話。Olak Zerv Zombas Chimere Jabin Slawfish。今でもレベッカ幸せな感じだね。Flama Flama。レベッカのなんかステータスみたいな。あ、勝手に行くんだ。レベッカのトイレをちょっと見よう。ご覧の通りです。モザイクかかって脱いでねえな。でもちゃんと手洗いって、あ、これちょっと待って、これさ、これこっちだよ、こうだよ。ちょっと待って、いろいろ気になってきちゃうな。みパパにどうだった、ゾイさん。ジェイコブ。なかなか美人なお姉さんだったね。今何時だ？もう5時になるな。そろそろお腹空いたんじゃないの？ジェイコブ、夕飯食べよ。お昼に作ったマカロニチーズあるから。4人分作っちゃったんだもん、姉ちゃん。テレビ見ながら兄弟でご飯食べてる。お姉ちゃん、ちゃんと掃除しないとダメだと思うんだけど。ちゃんとした掃除機買ってよ。僕やるからさ。本当にゲーム機欲しいんでしょ。でもゲーム機買ってあげようと思ったんだけど、掃除機欲しいの。あなた子供らしくないわね。くそ、ちょっとダメ、見ちゃジェイコブ見ちゃダメ。これを子供が見ちゃダメなんじゃない。ピフィツアウデンペシジェルバキツーニゼムゼコハベン。すっぱかつった車。シビジョビーナ超ウケるんですけど。超ウケるね、お兄ちゃん。ホンシーラヌーバーウシーマーゾーナーバー。なんだこの字。はそんなことより早く食べなさいよ、二人とも。テレビに夢中になってないで。
ほら、ジェイコブ。多分これちょっとジェイコブ。洗いなさい、それ。ちょっとお姉ちゃん今テレビ見てるからやめて、うん、大事なとこなの。食べないよ早くレベッカ、匂い嗅いでないって食べなさいよあ、食べる食べる、あ、食べ終わった。ほらお姉ちゃん、あ、いい子、ジェイコブいい子だ。お姉ちゃんどこ行くお姉ちゃんそこで嘘でしょ。え、いや別に、いやそれはそうよ、ジェイコブが正しいよ、姉ちゃんお姉ちゃんそこはあれ、お手洗いの手洗い場だよ、そこ。面白いなお姉ちゃんそろそろお風呂とかどうですか。泡風呂に入る、お風呂で遊ぶ。シュパーザーボエス、ジェイコブも一緒に入ったらと。ジェイコブもお姉ちゃんとお風呂に一緒に入った。あ、ジェイコブ呼んでるよ、お風呂で遊ぼう。ケネキンオムフシビジョビーナ。俺お姉ちゃんは、uh-huh. 親についてあ、お姉ちゃんも一緒に入ったらいいんだ。お姉ちゃんはあれか、ジェイコブ入ってたらダメか。お姉ちゃん、お姉ちゃんと一緒に入ったらいいの、ジェイコブ。お姉ちゃんどうしてそんなおっぱい大きいの。たぞんでるジェイコブ。ちょ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 、あ、ごめん、ジェイコブ、ごめんね。お風呂入ってたのね。あ、出てきたよ、ジェイコブは。ジェイコブも、お姉ちゃん、おトイレ行きたいって。トキブー。あー、いい、仲良し兄弟。ザラバルー、うん、ちゃんとお風呂入った。テンザドーバ。入ったお姉ちゃん。お姉ちゃんもお風呂入んなよ。水抜いちゃった、ごめん。シビ、ジョビーナ、プロンプスメイゼー、オザニシュラージー、ラノイスラッシュ、ノイマーケル、シュバザゴ、ボイスボー。お姉ちゃんお風呂。お姉ちゃんお風呂。行けないって言ってるの。お姉ちゃんなんで急に誘惑的になったの。グプラサ。ヤグラ。トリンガ。ナイユラ。ケイマス。アブスーム。弟に誘惑的な感じで接するのやめてほしい。お兄ちゃんなんか変だよ。ヤバサニトリンガナユラ。なんかステータスみたいの見れたはずなんだけど。ヤブブレマウディアスエンフロイ所持品フロニー何も持ってる。ジェイコブとそうだ。スキル。テレビゲーム1。レベルあんな。三流。なんだろう。なんかコメディアンみたいな仕事してるってことかな、お姉ちゃんは。これもしかしたら。そんな感じだね。三流、三流についてなんか。あ、お姉ちゃんはミュージシャンなんだ、これ。ちょっと面白い、あれだ、
なんていうのかな。あ、もう寝るんだ。お姉ちゃんはもしかしたらこれあれだな、あの MC が面白い系のミュージシャンだ。そろそろ寝なさいよ。あ、ちょっとダメダメダメ、そんな弟の前でセクシーな格好で寝ないで。よし、というわけで今回はここまでね。毎回1日ずつを皆さんと共有していこうかなと思ってますんで。あれ、ジェイコブもう起きたよ。6時。あ、おトイレ行きたいなのこれ。あ、違う。え、ジェイコブどうすんの？え、まさか。ご飯の用意してくれてんの？いや、違う、自分の分だけだ。よし、というわけで、じゃあお疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様でーす。